おはようございます。大会の6日前になりました。今日からですね、枯渇生活ですね、糖質をカットするという食生活ですね、やっていこうと思います。朝から体重は 65.55kg ということで、おそらくですけど、いつぶりだろうこんな体重、多分20歳とか21とか多分それぐらいぶりの体重じゃないですかね。それぐらいまで、削ぎ落とすことができました。もう一頑張り、ここからですね、やっていこうと思います。朝からあの人が出てきます。はい、ということでお散歩おじさんです。あいつがやってきましたね。今日からもね、お散歩頑張っていこうと思います。行ってきます。減量生活がね進んで、最近感じるのはですね、お尻がすごい小さくなった気がします。なんだろう、本当にいろんなパンツがねちょっと似合わなくなってきましたね。ウエストも合わなくなってきてるし、かなりねお尻がしぼんだなっていう気がするんですよね。なんかもう歩きながらね分かるんですよ。あ、なんかお尻が小さくなってるっていうのがなんかね、どうだろう、大きいお尻のがいいのか小さいお尻のがいいのかっていうのはちょっと難しいところなんですけど、なんかとにかく寂しい。まあ筋肉も相当なくなってるんでしょうね。そんな感じがします。今日は曇っててちょっと涼しいですけど、なんとかね脂肪も燃焼していこうと思います。負けるな10年。あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの、ただあなたにとって、あれ歌詞忘れちゃった。はい、今ね自宅に戻ってきました。これから朝食を取ろうと思うんですが、朝食はですねこちらです。 EAA です。今僕はこのパープルラースの EAA を使っているんですが、この EAA とそれからグルタミンですね、まあ、どれぐらい取ろうかなっていうのはちょっとちょこちょこ取りながらっていうか、取りながらっていうか1杯か2杯ぐらいから取ろうと思っております。それが今日の朝食です。で、朝食が終わってしばらくしたら、仕事に行こうと思います。はい、ということでね、そろそろお仕事です。今日のお昼ご飯はコンビニのキャベツの千切り、それだけ買いました。それ持って仕事に行ってこようと思います。なんとかね、ここをやりきれればと思ってますんで、頑張ってきます。行ってきます。はい、今ね仕事が終わりました。無事にやり遂げました。これからねちょっと一息分、歩いていこうと思っております。お散歩おじさんですね。街の中でお散歩おじさんやってきます。行ってきます。はい、今ねとりあえず自宅に戻りました。いいお肉を買って帰ってきた感じですね。まだ今日はねキャベツしか食べていないです。ちょっと力がないとこなんですが、これからね筋トレします。
散歩おじさん、インザナイトです。インザナイト、アットザナイトだっけ、私だっけ。これからお散歩行ってきます。頑張っていきましょう。はい、今ね、ウォーキングから帰ってきました。多分40分ぐらいかな、お散歩おじさんしてきました。これからようやくね、ご飯です。肉焼きます。はい、ようやくようやくお肉、嬉しい。もう見てるだけで嬉しい。今日はキャベツ以来の固形物です。キャベツを固形物って言うのかどうかわからないですけど、もういただいちゃっていいですかね。もうすごいね、口の中で唾液が出てます。これからいっちゃおうかな。これが美味しそうな気がする。いただきます。ああ、生き返る。美味しい、これ。長かったな。しっかりね、よく噛んで食べようかと思います。ちなみにお肉はですね、ブラックペッパーと、それからこのイタリアンシーズニングですね。これがね、塩分カットになってるんですよね。ソルトフリーって書いてあります。これはね、アイハーブで購入しました。ちょっと前から鶏肉ですね、会社に持ってくお弁当もこれを使って、これとブラックペッパーで食べてました。まあちょっと慣れる意味でですね、塩分を控えてたって感じですね。まあその代わりね、お味噌汁なんかで塩分は取ってたんですけど、今はね、この枯渇生活は塩分も少しずつ控えていこうかなと思ってます。なので代わりにですね、レモンですね、レモンかけます。またね、ちょっと違った味が楽しめるといいかなと。やっぱね、シーズニングだけだとね、正直ね、悪くないんですけど、もう物足りないっていうか、そんな感じがします。やっぱね、塩味はいいですね、好きなんですけど、やっぱり塩味が。ちょっとレモンかけたやつ食べてます。あんまりだな。ちょっとレモン足んなかったかな。今度こそ。美味しい。ちょっと変わりますね、やっぱり。まあ美味しいっていうか、味変したぐらいかな。まあそれでもね、お肉食べられるだけ今日は嬉しいかなと思います。はい、ごちそうさまでした。久々になんかちゃんとしたご飯を食べた気がします。ちゃんとしたご飯なのかな、牛肉しか食べてないですけど、よかった。